まだまだ続くよ。セイディースパークスディズニーチャンネル。さあ行くよ。2022年もディズニーチャンネルから目が離せない。きっとうまくやれる。人気シリーズの新エピソードはチームでポーズを。ミラキュラス、レディーバグ&シャノワールをはじめ、どうなってんだ、戻った、不思議の国アンフィリア、私は良い魔女のルース、覚悟はいいか、アウルハウス、初日の出、ゆるキャンなど続々登場。さらに注目の新番組、レッツゴーゴーゴー、ミラキュラスのアニメーションスタジオ最新作、ワンハウスへ行こう、ミッキーたちが魔法の家と冒険へ、ミッキーマウスファンハウス、よろしくね。そしてゴーストと親友になっちゃう女の子や可愛い鳥たちもやってくるよ。今年のディズニーチャンネルもお楽しみに。冬祭りおめでとう。12月27日から1月7日までディズニーチャンネルとディズニージュニアの冬休み、スタートは朝7時30分。みんな準備はいい？まずはミッキーやスパイキーたちと一緒に遊ぼう。イエーイ。朝10時30分からは新番組3人の騎士の伝説やミラキュラスワールド、ダックテイルズなど人気作品が寒さを吹き飛ばす。さらに映画はウォレスとグルミット、スマーフやモンスターホテルをはじめ、なんとスヌーピーの映画も初登場。冬休みもディズニーチャンネルで盛り上がろう。さあそれじゃあ見てみよう。詳しいスケジュールは公式サイトをチェックしてね。母ちゃんグリーン家の大都会ライフは母ちゃんがやってきてますます大騒ぎ。バシャッときたエレベーターだよ。ますますはちゃめちゃで、イエーイ、最高、ますます驚きがいっぱい。サプライズ、愛してるよみんな。ビッグシティグリーン新エピソード土曜日夜7時30分ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。セイディースパークスディズニーチャンネル。